おはようございます。簡単マイコン教室、そうちゃん先生の踊りです。木金土はメタバースをテーマに動画を公開しています。で、先週までドミノ崩しっていうのをやってたんですが、まあ一段落したので、ちょっと一旦休憩も兼ねて、パランさんっていうサイトで、クエストで AR のノーコードでプログラムっていうか、AR、MR、XR、なんて言ったらいいのか、まあ、仮想現実のアプリみたいなものが作れるっていうサイトがあったので、ちょっとそれを以前簡単に紹介したんですが、それをで、まあ、どこまで作れるのかなっていうのを試してみようと思ってます。まずは今日はクエスト3で見れるかなと思ったら、どうもクエスト3には対応してなくて、クエスト3で検索かけてもパラン AR っていうアプリ出てこないんですね。で、クエスト2で検索してみると見えたので、ちょっとクエスト2でどんなソフトかっていうのを見てみたいなと思ってます。はい、じゃあ画面を切り替えましょう。はい、ではこれでミラーリングができてると思うので始めようと思います。と、こんなアプリなんですね。これですよね。で、3だと MR で研究室の様子が映るんですが、とオキュラス2はどうもこのシースルー、シースルーね、パススルーの画面は映り込まないみたいなので、皆さん真っ黒で本当に浮かんでるやつしか見えないと思うんですけど、と、まあ、その専用アプリを入れて作ったアプリを見ると、で、作ったアプリのここに ID を入れるとそれが起動して見えるみたいです。で、私自身いくつかサンプルで作ったりしてるんですが、これは明日紹介してもらうするということにして、いくつかデフォルトでこうソフトみたいなのが入っていて、例えばこれをクリックするとなんかローディングが始まって、で、画面に来ると、で、これリターンボタンみたいなやつでメインメニューに戻るみたいなボタンがこう矢印で出ています。音声が出るので注意してくださいって書いてありますね。で、閉じるを押すとこんな感じで。で、箱みたいなのが見えてるんですかね。一応白黒のクエスト2のパススルーモードで、なんとなく研究室の周りが見えていて、箱が浮かんでるように見えます。で、クリックヒアって書いてあるので、これクリックすると動いて、ちょっと音鳴りましたね。こんなのが出てくると。コントローラーのバッテリーが減ってますって出ましたね。で、クリックヒアがあるので、なんかこんな箱がいっぱい出てきて飛んでますね。上の方でくるくる回ってます。で、クリックヒア。こんなメニューが飛び出してきて、詳しくはこちらってやるとブラウザーが開くと。で、これもブラウザーモードになってるのかな。一回ブラウザー閉じましょうか。で、これでこんな感じで、これを押すと戻ってくるっていう感じですね。あと、いろんなちっちゃなアプリみたいなのが入っていて、これなんか土器の体験みたいな感じで、まあ博物館か何かイメージしてるんですかね。それのアプリっぽいのがあります。で、こんな形で土器の発掘現場、ぐるっと後ろを向くと上がって、広ければ歩いていけるのかな。今ちょっと座った姿勢で見るようにしてあるので、向こうまで歩いたりいけないんですが、で、土器のクイズ、結構大きな音で、で、こんな問題が出たりすると、というふうなのがあって、で、これも操縦室の体験で、これ操縦室から眺めが、でもこれ操縦席にはなるんですけど、眺めは自分の研究室が見えたんだと思います。なんかデモかなんかで山手線だとか大阪の環状線だとか風景が流れてくれれば面白いんですが、そんな感じではなかった
ったような気がしています。ちょっと一応事前にどんなものかっていうのは見てみたんですが、はい、こんな形でタップで発車ベルアクセルとかがあって、電車が好きな人だったらいろんなことができるんですかね。で、ドアが閉まりました。順番通りに行けば映像出るんですかね。発車のベル。で、アクセルで。で、走り出して、ドアが閉まりました。音はするんですが、なんか映像が変わってる風な感じはしないんですよね。で、これもこれを押すと戻りますという風なソフトです。はい、じゃあ戻りましょう。はい、で、閉じます。はい、ということで、今日は、これで、ノーコードで、なんか VR か AR のプログラムがパランさんのシステムで作れそうなので作っていくっていうので、まずはその作ったプログラムを見るためのパラン AR というアプリを動かして見てみました。はい、明日からちょっと、明日は私が事前に作ったやつをちょっと見てもらって、で、3日目に具体的に作ってみるっていうふうなステップを踏みたいと思ってます。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に、木金土はメタバース、月火水はスクラッチと機械学習の動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。